ここで大事なことは、このいるを測って脱走を制すということになってきます。でいるっていうのは何かというと、入ってくるお金ということになってきます。そして出すっていうのは出ていくお金ですね。これを考えていくことは大事なんだっていう話をお話になってるわけです。でここで経営者の皆さんだったらよくわかると思うんですが、いる入ってくるお金と出るお金とありますが、企業経営の中で出るお金っていうのは経費のことですよね。書いてみましょう。まあこの経費って何かっていうと、出るお金と考えていただいたら分かりやすいと思います。だからよく企業では経費節減、経費節減っていうことがありますよね。そしているお金って何かっていうと、実際の売上ということになります。そして売上をどのように獲得するかっていうことで、大切なお金があります。それを資金って言いますよね。書いてみましょう。で会社経営の中で、この資金と、そして経費、これ必要になってくるんですよね。でこのことが頭の中で混雑して、分かんなくなっちゃってる方います。で詳しく言うとめちゃくちゃ詳しくんですが、詳しく言えるんですが、人間詳しくやるとかって分かんないってことあるんで、まあ一言で言うと、資金っていうのは使ったらなくなってしまうお金と考えて、反対だ、経費っていうのは使ったらなくなってしまうお金と考えていただけたらと思います。だから経費は使うとなくなっちゃうお金なんで、できるだけ少なくした方がいいということは分かりますよね。そして資金ってのは何かっていうと、よく元手と言われますよね。その資金を使って何を獲得するかということになってきます。だからある意味では生きるお金ということになってきます。それでこの資金と経費という話なんですが、まあ、ビジネスってある意味では、投資、投資をしてプラスの回収をしていくということなんで、この資金が必要になってくるわけです。まあ資金というのは別の言葉で言うと、増えるお金と考えていただけたらと思います。しかしどうですか、皆さんの経営計画というと、どっちかというとどちらのお金を使う方をよく計画されますか。で当然資金を使うことも考えていらっしゃいます。でも皆さんに聞いてみたいと思いますが、じゃあお金があれば何にお金を投資したいですか。意外にそう言うと見えてこないって方は結構多いと思います。というのは、経営っていうのは何のためにやっているのかっていうことが明確になっていないと、この言葉が出てこなくなるわけです。で経営とは何かっていうと、もうこの動画を見てる方は分かっていらっしゃると思いますが、マネジメントの父、経営の大家と言われたピーター・ドラッガーさんは、経営の目的は顧客の創造であると言っています。まあ、私はもっとそれを平たく、経営とはお客様作りと考えていただけたらと思います。だから、この資金とは何かっていうと、お客様作りのお金と考えていただけたらと思います。そしてこの資金をお客様作りに使って効果的に投資していくならば、その回収を増やしていくことができるわけです。だから資金とは何かっていうと、増えるお金と考えていただけたらと思います。